ミステイクは致命傷。我慢の走りでワンチャンス。勝利への道のりは数多くの要素をこなして克服した後に待っています。シリーズ5人目のウィナー誕生か、それとも抜け出る強者が登場か。グリーンフラッグ振られました。シグナル点灯、レッドが4つ、オールレッド、フラッグアウト。ゴールスタート、これいや、これで、うん、土屋武志がいいスタートを切ったように見えた。土屋がいいスタート、ピンに入る、ピンに入る、2番手に上がる、トップはくれるけ、そして土屋がゴールスタート2番手。土屋がですね、ストップですね。コースタートはですね、脇坂です。これ脇坂ですか。土屋グリッド上に止まってます。あー、そして野田も止まってます。ルマンの方の土屋は止まっていました。コースタートを切ったのは同じルマンの脇坂、11番2番手でした。トレルイエはまずまずのスタートですか。いいですね。で、脇坂決めましたね、1台おーっと、サジンが待っている。その向こうにはピアノマシーン。あー、ここピアノ、2台のピアノ、なんということだ。ピア中島、カーナンバー31、32、ロッテラー小暮オープニングラップで姿を消しました。どうなったんでしょうね、これは。位置的には第1ヘアピンですか。あ、第2コーナーのアウトです。第2コーナーから第3コーナーに入るところですね。はい、そこでの先陣争いでですね、まあ